カニ頼まない？カニうまいよな。私もカニ好き。足もいいけどやっぱりハサミがうまいよな。味噌だろ味噌。アホかよ、カニなんかねうまくねえよ。すぐ飽きるし、カニだったら断然エビでしょ。クロサイム怪人ガニ目では興奮すると頭の爪がガバーッと開くのだ。付き合わせて悪いなる。構わんよ。おいおいおい、口にキムタク降臨かよ。マジっすか、やべえ、お忍びっすか。何故くじに。どうせ同盟だけど実はブサイクっていう王道のオチ、あるいはおじさんっていうバリエーション。ワクワクが止まらんね。おいおい、ヒーローのお通りだよ。はいはい、ドラマやってました、キムタクヒーロー。はいはい、はいはいはい、なにわのキムタク今行きますぜ。待ってておくんなはれや。いやいや、正味なんだ。あ、すまへんな。本当にヒーローだ。え、キムタクって名前のヒーローですか？聞いたことないですけど、ふざけてるんじゃないですか？バカ！新金で偽名とか使うわけねえだろ？本名だよ！マスクね、絶対ヒーローだって。あの黄色いやつ。え、今黄色って言いました？あ、誰か来た。毎度！あー！なにわのキムタク！あ、ウェザーイエローさん。ほほー、2代目の1号軍かいな。久しぶりやな。ウェザーイエロー。サンレッドは昔気象戦隊ウェザー3って戦隊ヒーローのリーダーだったんですよ。イエローさんはそのメンバーだったんです。歴史があるね、歴史がね。いやな、レッドハンのアパート行ったら誰もおらへんかったさかい、ほんならバンパーに挨拶でもしよう思ってね。あ、かよこさんが引っ越したのってご存知ですか？え、そうなん。ここしばらく連絡取ってへんかったさかいな。すっげえビールっぱら背引く。ただいま。あれ、イエローさん。おほー、バンプハン、タイザー君。キラキラ、うん、そやで、キラよっちゃんやで。覚えとってくれたんか、お気にな。お久しぶりです。どうしたんですか、大阪から出ていらっしゃるんですか？うん、いやね、東京で仕事の取引先と打ち合わせがありましてな。お仕事って？あの人ヒーロー辞めて今地元の大阪で家業の建築業を継いでるんですよ。家業？バンプハン、どこ行ってたんですか？ええ、世界征服の件で西東京支部のヘンゲル将軍のところへ。おお、相変わらず企んでまんな。おかげさまで。なんや、君らあの時新金におったんかいな。まあ、わし9時に住んどった頃に使うとった新金の口座があったさかい、こっち来たついでに解約しに来たんですわ。ああ、そうだったんですか。で、バンプハン、すまんけどレッドハンに連絡したいんで、かよこハンの新しい番号教えてもらえますか？ああ、それはいいですけど、あれですよレッドさん、今日は帰ってきませんよ。は？昨日から小山さんと急に温泉行っちゃって、私たちも早くレッドさん抹殺したいんですけどね。あー、なんや、そうか、驚かそう思って黙ってきたんやけどな。でも明日には戻ってくるはずですよ。せやけどわしも明日には大阪に帰らんとあかんしな。あ、じゃあ今夜はうちに泊まってくださいよ。え、ええんでっか？ぜひぜひ。明太子。え、イエローさんの本名は木村拓哉って言うんですか？うん、そうやで。ヒーローに本名があるなんて知らなかった。私だから僕も木村拓哉って聞いてイエローさんのことだと分かりませんでしたよ。いやいや、別に隠してたわけやないやで。じゃあレッドにも本名ある？ブルーさんにもあると思うけど。あ、そうやわし、あの二人の本名知らへんわ。レッドの正式名称ってなんだと思う？案外ありきたりな感じだったりして。山下清とか田中二郎とか。わしがキムタクだけに仲いいやったりして。でもあれじゃないですか、木村拓哉って名前生活しにくくないですか？いやいやいや、逆にありがたいがな。正味の話、わし商売やってますやろ。だからこのマスクと名前で神は OK なんですわ。なるほど。そういえばイエローさんってまだ阪神ファンなんですか？もちろんやがな。わしイエローやから甲子園行ったら人気者ですぜ。遅いですねレッドさん、午前中には戻るって言ったのに。まあ、また来るさかい。
レッドハンによろしゅう言うといてもらえまっか。残念です。なんや、バンパーには世話になりっぱなしやったな。いえいえ、いいんですよ。あ、じゃああれしまひょか、帰る前に稽古つけまひょか、お礼に。え、レッドハンと対決する前にワテと練習や、怪人ハン。マジっすか、初めてヒロとバトれる。イエロさん、いいんですよ、そんなお気遣いなさらなくても。よろしくお願いします。続き勇気攻撃。俺俺もう終わりかいな。どうしたの。今でも栓抜きやバールを持参してるんだ。イエローデビルと呼ばれた現役の頃のまんま。性格は人のいい大阪のおっちゃん、だが戦闘スタイルは悪役レスラー。それが三日月の戦士ウェザーイエローなのだ。お前のこの前の肉じゃが食えたもんじゃなかったけどよ、今日は大丈夫なんだろうな。ちょっと失礼な。あら、バンプさん。こんにちは、かよこさん。これお裾分け。ありがとう。上がって。そうしたいところなんだけど、すぐ帰らないと。今レッドさん抹殺会議の途中で抜け出してきたんで。あ、肉じゃが。あ、おいしい。さすがバンプさんね。はい、バンプさんの肉じゃがも食べていいのよ。将軍ごとで一番恐ろしいことは何かわかるか。それは慣れだ。お前は我々フロシャイムの怪人に連勝している。その慣れが今日油断となることを教えてやろう。レッドマスクよ。ちょっと待て。お前確かプロシャイム西東京支部の怪人だろ。なんでお前が川崎にいるんだよ。バンプはどうした。バンプは、あ、もしかしてあれか、あまりにも俺を倒せなくてプロシャイムをクビになったか。いや、バンプは休養でな。一号詳細を。実は今バンプ様は結婚式に呼ばれて栃木まで行ってるんです。あ、レッドさんもご存知ですよね、ゲドンさん。ほら、何年か前まで知るかよ。要はあいつ、世界をかけた戦いより元部下の結婚式を取ったってことかよ。そういうことだ。理解したか、スターレッド。それでてめえがわざわざ代わりに東京から出てきたってわけか。いや、そうではない。私は所用のついでに川崎支部に寄ったまで、ゆえにこのバンプの代役もついでなのだ。お出かけになられるのですか。ん、川崎に大事な用事があってな、ついでにバンプのところに寄ってこようと思っている。ヘンゲル様、ハサミは、左手のハサミはどうなさいました。たとえ瓶詰めのナメタケの蓋が開けにくくとも、絶対お外しにならないハサミは、マスターオブシザーズたるゆえんのハサミは。そのために川崎へ行くのだ。詳細は帰宅後に話そうということだ。理解したか、レッドムーン。サンレッドだ。何なんだ、さっきから人の名前間違いやがって。ヘンゲル様、そういえば今日はハサミをつけておられませんね。おお、そうであった。すまぬが、あとは任せたぞ。もう行かねばならぬ。逃げんのかよ。お前があれこれとうゆえ対決の時間がなくなったのだ。火はお前にある、レッドバロス。レッドバロスって、我がハサミを開店前に取りに行く約束になっておるのでな。開店前？そうだ、昨日オープンした絶好調花びら回転おさわりパブ、男のオアシス川崎店へな。いらっしゃい。バンプといい、あのハサミ野郎といい、お前らの上司って。なんかすいません、俺の名前忘れてたくせに。店の名前すらすら言えてたじゃん。しかし興奮していたとはいえ、我が命ともいえるハサミを忘れるとは迂闊であったわ。外されたのですね、おさわりパブでは。 IQ150 の知性にして自らをドスケベと言い放つ男、それがフロシャイム西東京支部代表ヘンゲル将軍なのだ。告白。値段の書かれていない銀座の高級寿司店で大トロを食べるという夢を思い切って叶えましたが、
値段が気になるのと緊張とで味が全然わかりませんでした。